はい、応援パートナーズの大森です。今日ですね、ちょっと虫の話しますね。イラガの話です。あのこの木、柿なんですけど、ちょっと見てください。これがですねイラガの眉なんですよ。で、柿とか梅とか桜とか、あとはなんだ、もみじの類とかには結構つくんですけど、これとか全部そうなんですけど、これもいなくなっちゃってるんですよ。で、今冬なんですけど、サイクル的に幼虫、さなぎ、成虫っていうのを繰り返していくんですよ。卵、幼虫、さなぎ、成虫で、卵を葉っぱの裏にやるんですけど、はい、卵を葉っぱの裏にやるんですけど、そっから幼虫が生まれて今のこの繭の中に入るんですよ。で、冬の間にこの中で閉じこもって冬を越すですよね。なんでこれもし見つけたら、ちょっと冬の間でも消毒一回してあげた方がいいんじゃないかなという感じですね。っていうのも、あの繭の中で倒せますんで、あの消毒の液があのかかれば、なんで倒してあげた方がいいんじゃないかなと思います。なんで見つけたら消毒してあげるのがいいのかなと思いますね。春のうちに卵が羽化して幼虫になって、成虫に、繭になって成虫になってっていうのを繰り返すみたいなんですよ、一回。で、その後にもう一回繰り返す間の繭の中で越冬するという風になってるみたいなんで、まあ見つけたら消毒してあげると、冬でもっていうのがいいのかなと思いますね。これ、イラガ、まあ触るとちょっとね痛くなっちゃうんで気をつけてくださいというお話です。